ピーシャニマン展開魔業地雷屋110から112悪名よーおおよーさあ、いよいよ終盤。はい、黒金さんいらっしゃい。ゴドルフィンさん、ありがとうございます。ワコツ、ワコツです。はい、シャトルさん、スーナーさんいらっしゃい。ルルルルさあ、いよいよ。行きましょう。既存名スライム。恐ろしい逃げ出した。ジライヤ、ジライヤ、フーフーフー。9個目さんでしたい。ヤコツ、お大事に。ちょっと、シャミがある。11個目さん、12個目さん、14個目さんでしたい。よい。ついでにここ神社寄ったからちょっともう一段上げてきますか。寄るついでにね。すいません、神通の剣落としました。そうか、どうも。オロチマルの弾が上がった。つなでの弾が上がった。パチパチパチ。あれです。涙さん、あれです。10万石さんいらっしゃい。農協牛乳さんいらっしゃい。ね、入れてほしかったですね、これね。地雷屋の弾が上がった。よしこ、どうも。よしこ、あ、電空の剣いらなかった。ほーらほーらほーらよヨロイスライム。我らヨロイスライム三兄弟、ヨロイスライム。かわすかわす、かわしまくる。お前らの攻撃は当たらないよ。ヨロイスライム硬いね。3人の攻撃でようやくダークス。おーイエーイ。お、9999で9999、ゾロ目の24個目されちゃい。地獄の炎。連続攻撃。
エーイ。ガマの油いらない。西武の応援歌知らせたら松崎しげるが出てきたけど、25個目先生合ってます。松崎しげるさんですよね。地止めスライム。おーいえーい。地獄の炎。恐れをなして逃げ出した。あ、閉まってる。ということはここまで。イエーイ。ゴブレン、コボルト。急に洋風になりましたね。あの黒ひょう松崎ですか。あの黒ひょう松崎です。はい。おーいえーい。地の鎧。おお、地の鎧。白獅子の塔、地の鎧。武者鎧、武者鎧として変えよう。地の鎧で。みんな白獅子の塔なんだ。ゴブリン、ゴブリン、ゴブリンブラザーズ。あ、地の鎧で初期の頃の装備だな。おーいえーい。イノキ、イノキ。コボルト。おーいえーい。綱手の段が上がった。大門橋打倒にまた一歩近づいた。あれです。立ちました。どうも川越城。本当にこの玄王丸を怒らせたら、ジライア、これを食らえ。玄王丸は不思議な術を使った。ジライアたちは眠らされ、ああやべえ、昏睡。いや、最後の視点だ。汚いぞ。このルブならもうクリアできそうな気がしますけど、このゲームはどうなんですかね。クリアできるんじゃないですかね。うん、余裕でいけると思うんですけど。いやあ、サイクロン。つないで目覚める。つないでが目を覚ましたわよ。じゃあ目覚める。オッケー。イライ、オッケー。これ早くオロチマル目を覚ませ。オロチマル早く。オロチマル、いびきかいてるぞこいつ。オロチマル早く。あ、徹夜で疲れたんだよ。オロチマル、オロチマル、俺は眠たいんだ。まだだ。はい、36個目されちゃい。イライ。お、オロチマル、いつの間に起きた。起きた。あら、サンドラ、うわ、
キャベツがいっぱい出てきた。にゃー、おのれサンドラを。オッケー、おーい、ん、陣痛の剣はさらに力強く白く輝いた。ジライアの攻撃力がさらに上がった。アガトダイブされちゃい、あれ、まだいるよ、男がまだいる。ちょっと待って、ちょっとオロチマルで回復とか。春風、うー、癖になりそう。春風、うー、癖になりそう。春風、あ、癖になりそう。バッチリですね。お、音楽違う。剣を現れた、私自ら出る。あの壁だよね、どうも通りじゃん。よっしゃ、ここがなかった。トウリュウ。よし、オッケー。殴れ、殴れ。殴れ。連続攻撃だ。連続攻撃だ。ほら。殴れ。あった。一人一の剣を丸。ちょっと遠いですね。オッケー、トウリュウ。オッケー。二個立つ。オッケー、お、変身した。ベリエル。ベリエル、ベリエルも通り行くかな。トーリュー、オッケー、オーイエス。オッケー、オイエシェ、トゲだ。トーリー、カットオバセン、カットオバセン、オッケー。キーンってやってるポーズで止まったね。切ったぞ切ったぞ、あられちゃう。この霊保険、キーン、おのれ動きが。大門教13人種の12番手ベリエルを倒した。残り、あと残りわずか1人、よし、ベリエル倒した。パチパチパチ、あれです、宝箱あさり。パチパチパチ、あら、お、あら、何何、落とし穴が落ちた。パチパチパチ、あれです、清水、有明の巻物？有明だ。実はもう持てない。うわ。やったぜ。すみません。オロチマルの段が上がった。53段になった。攻撃力が6ポイント増えた。守備力が7ポイント増えた。素早さが8ポイント増えた。体の力、技の力が全回復した。大門教打倒にまた一歩近づいた。よし、捨てた。風景を目の前で捨てた回があったぜ。目の前で捨てた。コモギリってなんだっけ？パチパチパチ。コモギリの技って言うとって何？解説。あら？解説モードが出てこない。あら、止まった。ちょっと解説あったじゃん。解説が止まってた。雲霧、敵一匹の魔力を奪い取り、自分の技の力にが、ああ、これどうせ吸い取れないやつだね。あんまり。こんな時に止まられると怖いです。
ところに。あ、でも持ってたら持ってたで、ウピードル、どれ使わないっけ。もう眠らすのはもう 氷があるからね、眠らすのいらないね。はい、綱で持ってもらって、有明をちょうだい。どうも。よし、有明で全回復だよね、一応。有明、仲間全員の体の力を150ポイント回復します。全員回復だ。切れた。清水。天地の斧。ん？天地の斧って今何持ってる？白虎の斧は強いよね、天地の斧って。あれだね、白虎にしていくね。343。なんか前にあったような気がするんだけど、これも中盤の武器ですね。中盤の武器ですか。本当だ、317、だいぶ下がった。なんでこんなところに。あれ、的落とされた、最悪だ。落ちたところが分からなくなるの、これ。あ、落ちたとこ分かんないんだね、これね。白ガムの油、なんだ。ただのガムの油と変えようか。血の色いらないな。まだ回復の方がいいだね。なんかあったの。わおわお、あ、なんかある。ジライアさん、江戸は大門橋の巣窟になっているに違いない。江戸の邪神祭にこの町の人間も連れて行かれてしまった。もう江戸の人々は魂を抜かれてしまっとるかもしれん。一刻も早く江戸へ。3年B組ドンパチ先生さん、いらっしゃい。ジライアさん、雲霧の里の門です。ジライアさんのために秘密の記録所を作っておきました。記録しますか。もちろんお金はいりません。それでは記録します。なんだって。データを書き込む場所を選んでください。天外湾に書き込み中です。書き込み終了しました。よし、こ、場には何もない。雑貨屋とかみんな閉まってるね。閉店ガラガラ。あ、あそこになんかある。日の勇者よ、我ら神獣が守ってやれるのも、もはやここまでじゃ。この先は大門橋の強力な魔法陣が張ってあるため、我々の力は及ばぬ。だが勇者よ、お前たちの力はすでに我ら神獣をも超えておる。お前たちならきっと大門橋を倒してくれると信じておるぞ。さあ、我々からの最後の贈り物だ。天照の石を授けよう。この石を使えば天を照らす光が玄王丸の邪、あら、玄王丸、玄王丸、玄王丸の邪悪な魔術を封じるだろう。さあ行け、ジライア、目指すは江戸城だ。最後の決戦が待っている。ゲオマル？ゲオマルはもう魔術封じられてんですけど。火薬玉ってなんだっけ？なんかイベントアイテムだっけ？これ先にもらっとくんだったんだね。まあいらなかったね。火薬玉、敵全員に平均30ポイントのダメージを与えます。なんだ？氷の鏡をね、
ジライアが一番素早いからジライアって言われたけど、攻撃力が一番低いオロチマルとか、オロチマルがやるか、オロチマルはトーリーもあるし、ジライアが一番攻撃力高いからね、ジライアの攻撃が減るのがちょっとね、あれだよね、白がもなもらいらないな、火力玉にはいらないな、氷の鏡はちょっとオロチマルがね。よし、江戸に突入だ。大大文字だらけだぜ。人食いアミーバー。連続攻撃。おーいえーい。緊張するな。でもジライア、私たち3人がいれば絶対負けないよね。ついにマサコ殿の眠る江戸に足を踏み入れた。16,664 ポイントの得を積んだ。パチパチパチ。ありがとうございます。ついに江戸に来ました。てんてんてれんてんてんてれんてん、恋の花。まさかのが復活したところで、あんな昔の人のどこが怖いっていうのかしら。江戸が暗闇に包まれるって言うけど、ジライア様がいれば安心ね。つなでちゃん緊張で斧を振り回してジライアの髪型をカッパにしそうですよね。そう、俺が 99,999 人目だってよ、参ったな。ここの宿屋だよ、宿屋。もう間に合わないかもしれないけど、あんたも行ってみたら。なんだね。ダンダンダランダンダンダランダン。髪型を、依頼。おめでとうございます。お客様がちょうど10万人目のお客様でございます。今晩はうちの宿にお泊まりください。心尽くしのお祝いをいたします。まだ紐タコございます。江戸の町の見物でもしていらしてください。はーい。怪しいおもてなしだぞ。お祭りを楽しみにしてきたんですわ。怪しいもてなしだぞ。まあいいや、ちょっと江戸の町見学していこう。大学まさかの関係の話でそれを言ったら大変なことに。現に女神転生のスタッフがたたられたなんて話も。んーてんらんてんてん。アドカリジョもここでかいな。変わってないけど。まさかのガンを襲ってくる。闇が迫ってくる。うおお、無数の魂が闇の底より叫び、苦しみの悲痛の苦悩の叫びじゃ。救われぬ魂が江戸の地下にあふれておる。わざきんちゃんが見つかんないよ。声が大きいはずなのにな。わざきん？あなたがジライアさん？じゃあ後ろの二人はオロチマルさんとツナデさんかい？まいったな、まだピンピンしてるじゃない。いや、三人の棺桶を大門橋の邪神祭に頼まれたんでさ、金はもらっちまったしな、今日のうちに仕上げるように言われてたんですよ。言われてんですよ。なんだ、早すぎるよ。棺桶ができてる。でわさきんちゃんって何？立派な棺桶。わさきんちゃんってこの棺桶なんか入ってるの、ひょっとして。ここにいるってこと？わさきんちゃん、わさきん、わさきんちゃ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 ん。ないだね。でん
でんでん、預かり所が2件あるね。よろで、おいでやす、うちはよろでやでおます。ご用向きは何でしたら。先端、白生地の、お、神風のクズがあるね。神風のクズ、二人神風じゃないんじゃないだっけ、確か。ねえ、まだ早く触れちゃった。よしよし。しかし、道具が持てるっけ。オルチマルさんが先端、人端。はやぶさのラジオ、来るか。素早さ332374。はい。1950両ですが、他に何かおりになりますか ?1950 両ですが、よろしいですか他にも何かおりになりますかまたお越しです。おいでやす、じゃあ夜でやります。ご用向きは何でしょう。落石注意さんいらっしゃい。神風のクズですね。神風のクズを手に入れます。誰が持ちますか。9980両いただきました。他に何かお求めですか。神風のクズですね。神風のクズを手に入れます。誰が持ちますか。9980両いただきました。他に何かお求めですか。大きにまたお越しやす。よし、これでわらじも最高。よしよし、332からすごい早くなった。ここ336、78。どん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 。邪神祭は正門の復活を記念して明日お祭りをするんじゃ。笑かしてくれるの。あんまり面白いのでわしら前夜祭をしてるんじゃ。邪神祭がどう頑張ってももう火の勇者様に勝てるわけがないのにの。これはジライア様、お待ちしておりましたぞ。敵はあと一人邪神祭のみですぞ。ですが侮られるな。やつとて大門教の総大将、ましてや政子の復活も近い。心して立ち向かわれよ。特に変わったところはない。この宿屋は預かり所がやたら多いんだけど。大門教やっつけろ。えいえいおー。勇者ジライアよ、よく来たな。わしもそなたと共に戦おうと思ったら持病のぎっくり腰が。やっぱり行くのやめた。申し訳ない申し訳ない申し訳ない。なんだかわかんないけど今日は満室なんだよ。他渡ってください。いよいよ明日ですな。まさかのってどんなやつだ。明日復活するまさかの様ってどんなやつなんだろう。いよいよ明日ですな。まさかのってどんなやつだ。おすごい。明日復活するまさかの様ってどんなやつなんだろう。明日復活するまさかの様ってどんなやつなんだろう。いよいよ明日ですな。まさかのってどんなやつだ。勇者ジライアよ、よく来たな。わしもそなたと共に戦おう。ああ、と思ったら自分はなってくるかしら。あ、やっぱり行くのやめた。勇者ジライアよ、よく来たな。わしもそなたと共に戦おう。あ、と思ったら自分はなってくるかしら。あ、やっぱり行くのやめた。大門教やっつけろ。えいえいわー。いかどうぶん。いかどうぶん。大門教やっつけろ。えいえいわー。とうとうあと一人ですね。頑張ってください。ダムクやっつけろ。えいえいおー。ダムクやっつけろ。えいえいおー。明日復活するまさかの様ってどんなやつなんだろう。いよいよ明日ですな。まさかのってどんなやつだ。あと同じだろうね。閉じ込められた。火の勇者以外は倒せませんので、ね、火の勇者以外はお帰りください。あー確かにね、これだけちらつきなしですよ。ちらついてないですからね。あー閉じ込められた。どうしようどうしよう。おパッキラマードパッキラマードパオパオパッ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 キラマードパッキラマードパオパオパッ。あっち行ってくれ。動き回ってるだけでもなんだか可愛い。
さんのよいよい。明日復活する正門様ってどんなやつなんだろう。とうとうあと一人ですね。頑張ってください。変のよいよい。ようやく出られた。マトガリジこんなにあるけどセリフが違うのかね。へいらっしゃい。ここは預かり所だよ。ご用向きはなんだい。うちは全国ネットだ。他の預かり所からも出し入れできるよ。便利だろ。また来てくれよ。変わってなかった。ねんねんねんるるるるるる。あ、お餅をハンバーグ。二つのサイコロの目を足して偶数なら長で奇数ならハンだ。武器や。いらっしゃいませ。ここは武器屋です。ご用件は何ですか。もう最強の剣魚類持ってるからな。それではまたご利用ください。ご利用することはないないですよ。ふざけるなよ。じゃあ震災出てこい。まさかどう。ここにいるのはジライヤさんだぞ。チェイ弱虫め。ジライヤさんにビビってんだぜ。まったく宿屋で体力を満タンにしてひとひねりにしやしょうぜ。なんか宿屋に行かせるように仕向けられてるね。おいでやす。うちは夜でやります。ご読みきは何でしょう。お、新タン買っとこうか。新タンね。ごまはせ650円。1個しか買えないや。お金下ろしてきても。お金下ろすのめんどくさいからな。今新タン何個あるの。あ、新タンもう地雷持ってないのか。新タン1個ぐらい持っとこうね。持っとこうよ。みんな一個ずつ新ターン持っとこう。持っとこうね。はい。でんでんでんらるでんらでんらでんらるるる。大門教の命もあとわずか。嬉しいね。パッと行こうぜ。パッと。大門教はあと一人。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 あなたがチラヤさんで。ね。つなでちゃんを連れて行くといいことがあるわよ。呉服屋で楽しめるわよ。面白い催し物があるのよ。おめえ知ってっか。大門教廷をインチキなんだぜ。え、ご存知でいらっしゃる。これまた失礼いたしましたと。じゃあ震災はさらった人を江戸城の地下に。恐ろしい噂だわ。すごい盛り上がりですね。勇者ジライアよ、よく来たな。わしもそなたと共に戦おう。あ、ちょっと待った。寿命のぎっくり腰。あ、いた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 。やっぱり行くのやめた。ここにもいるのか。ぎっくり腰。ちょっジライアさん、雲霧の里のもんです。蛇玉と舐め口玉は江戸城の地下にあります。なんとか取り返して、正門の復活を阻止してください。でしょ。大門教の総大将邪神祭は江戸城に逃げ込んでるわ。あなたが怖いのよ。やっぱり火の勇者の伝説は本当だったのね。おう、ジライさん、石屋があんた方3人の石像を掘っとったよ。なかなかいい出来じゃった。ぜひ見に行くがよい。春はボディコン友禅が流行ったけど、夏はミニの浴衣が主流ね。秋からはやっぱりガマの柄の紬を押さえとかなきゃね。いらっしゃいませ。ただいまご試食キャンペーンを開催しております。綱手様にいろんなお着物をお試しいただきますよ。ご利用なさいますか。じゃあちょっと見てみましょう。孫にも衣装。ジライア、ちょっと待ってて。綱手ちゃんのファッションショーの始まりよ。綱手ちゃんファッションショー。次のがいいな。やっぱし、あたしもそうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。そう。ねえジライア、これ似合うと思う？前の方がいいかな。
あたしもそうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。ねえジライア、これ似合うと思う？他のみたいな。やっぱし、あたしもそうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。なんかねえジライア、これ似合うと思う？どんどんなんか変になってた。アメリカになる。 USA。 やっぱし、あたしもそうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。あたしって何でも似合っちゃうのよね。でもいつも着てるのが一番似合うと思わない？そうだね。やっぱしジライアの好み聞いてたら日まくれちゃうもんね。一番目は似合ってたよ。一番目は似合ってたね。一番黄色だ。黄色が似合ってんじゃない？うん、かわいい。じゃあやってみようか。黄色に変わるのかね、これ。ジライア、つなでちゃんのファッションショーの始まりよ。ねえジライア、これ似合うと思う？これがいい。これがやっぱし、あたしもそうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。よし。あ、なんだ、全部やるの？結局全部やるのかよ。のりこのファッションショーと同じで、家にせないと、はいで終わるのかと思っちゃった。なんだ、やっぱし全部はいでも変わらないんだ。そうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。ねえジライア、これ似合うと思う？やっぱし、どっちでも同じなの。はいでも家でも同じなんだね。ねえジライア、これ似合うと思う？やっぱし、あたしもそうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。あたしって何でも似合っちゃうのよね。でもいつも着てるのが一番似合うと思わない？いい家にしてみよう。ジライア、あ、ちょっと待って。終わらない。うやー、これ似合うと思う？上がった上がった。やっぱし、あたしもそうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。しまった。ねえジライア、これ似合うと思う？やっぱし、あたしもそうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。ねえジライア、これ似合うと思う？やっぱし、あたしもそうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。つなでちゃん全部似合うよ。可愛いよ。許しておくれ。許しておくれ。ねえジライア、これ似合うと思う？やっぱし、あたしもそうじゃないかと思ったの。じゃあちょっと待っててね。あたしって何でも似合っちゃうのよね。女心を知るジライアであった。でもいつも着てるのが一番似合うと思わない？女心を知るジライアであった。はいはい。やっぱしジライアの好み聞いてたら日が暮れちゃうもんね。日が暮れたるぜ。ちなでちゃんのファッションショー見てたら。ここの雑貨屋さんは？おいでやす。うちはヨロディアでます。小山家は何でしょう？こっちは先端だね。まさか顔に当てられると思わなかったで。まさか。この宿屋。ねえお兄ちゃん、ミニオン買ってよ。明日は大文教のお祭りだ。お祭りウキウキ大好きだ。すいません、今日は修学旅行のお客さんで満員なんですよ。南の宿なら空いてるかもしれませんよ。修学旅行。ジライさんたちが戦う邪神祭って大門教の親分なんだってね。前夜祭って前夜祭だよね。邪神祭って邪神祭だよね。
明日はまさかの復活祭。前夜祭で前夜祭だよね。邪神祭で邪神祭だよね。明日はまさかの復活祭。地雷さんたちが戦う邪神祭でダイモン教のライブなんだってね。ねえお兄ちゃん、ミニオン買ってよ。地雷さんたちが戦う邪神祭でダイモン教のライブなんだってね。ねえお兄ちゃん、ミニオン買ってよ。とんでもないところに来た。背後だよ、出よう。こんな時になんで修学旅行が。月姫様は優しいだけじゃなくてとても別品なんだ。おいら大ファンなんだぜ。だけど心配事があるのか、最近笑顔が消えちまっていつも沈んでるんだ。そういえば地雷屋さんに相談があるって言ってたな。早く行ってやんな。月姫デラランデラランデラランはい、トモさんじゃない。デラベッペン郵便局。ここは飛脚屋です。全国から手紙が集まるところです。ジライさんにも手紙が届いてますよ。はい、どうぞ。ジライ殿生きとるか。訪問からドラゴンキーホルダー。ジライア殿の活躍ぶりはこの水戸城まで伝わっておるぞ。伝わってますか。ジライア殿のおかげでこの筑波国はすっかり平和じゃ。平和になりました。敵はあと一人じゃ。恐れることはない。一人ってことも伝わってんですね。水戸城の空の下から無事を祈っておるぞ。どうも。行けジライア。えいえい。おお。ジライア殿へ訪問より。もう次の町で売っちゃいましたよ。もう訪問だけですか。よし、博多、メーカー博多通りもん。通りもん。他にないですか。肛門だけだったの。他にいろいろとあったのに手紙をくれたのは肛門だけかよ。まあこれが世の中すっかり便利になっての飛脚屋といってな。手紙を預かってきてくれるところがこの町にはあるんじゃよ。あんたにも手紙が来とるかもしれん。飛脚屋に行ってみるがよい。行きました。ほら、どけどけ。ここは花のお江戸でい。もたもたすんで。おっと、これジライアさん、お見それいたしやした。もう大門教は壊滅ですね。さあ最後の決戦ですぜ。頑張っておくんなさいよ。行け行けジライア。なんでも江戸で一番大きな宿屋で面白い催しをしてるそうよ。私も行ってみようっと。明日はお祭りよ。今日はその前夜祭なの。ゆっくり楽しんでいってね。ジライさん、あんたが主役よ。じゃあ審査なんか馬の前足の糞よ。でなんてん。ここでは地震を体験することができます。ぜひ試してみてください。次の3つの中からお好みの地震をお選びください。弱震、強震、まあじゃあ激震で。激震。おお。お疲れ様でした。もし本当に地震が来たら慌てず、まず火の点検です。なんかいろいろなんか出てきましたけど大丈夫ですかこれ。あーマイフレンド、ジライアさん、喧嘩と地震は江戸のフラワー。何か違いましたですか。おう、少しでもジパングの人の役に立てれば思いましたですよ。それで火消し番と相談して地震体験ルームというからくり作ってみましたです。お前の仕業か。まあ、明日お祭りよ。あ、これ聞いたね。ララララ開いてない。絵が出る。レレレレテレレレ。へが出るね、へが出るね。僕ね、この前道で転んで怪我しちゃったんだ。だけど月姫様が自分の着物を破いて僕に包帯をしてくれたの。僕月姫様大好きだよ。お兄ちゃんたちも月姫様に会ったらきっと好きになるよ。なんだって。
うわー、ダミクおい。マサカト様、私たちに未来をお示しください。マサカト様、私どもの魂を差し上げますから蘇ってください。行かれてやがる。マサカト様、邪神祭様、私どもを救いください。マサカト様、蘇りたまえ、そして戦いたまえ。マサカト様、お姿を拝ませてください。マサカト様、そのお力で我らに希望を与えてください。マサカト様、私たちに永遠の命をお授けください。マサカト様がお姿を現すまで私は拝み続けます。マサカト様、火の勇者の魂を捧げましょうぞ。マサカト様、もう時間がありません。火の勇者が来ています。マサカト様、早く一刻も早く目覚めてください。火の一族が間近まで迫っています。マサカト様、新しい国に私たちをお導きください。マサカト様、私はあなた様の忠実なしもべとなりましょうぞ。まあ、ジバングの真の平和のためにマサカト様の力が必要なのです。早く蘇ってください。マサカト様、お答えください。お声をお聞かせください。まあ、熱狂的な信者だね。ワン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 。え、ここも。マサカト様、私たちに未来をお示しくださいって、これ同じとこだよね。同じとこか。同じてこどこいつこれ。以下同文。以下同文だね。同じっぽい。マサカト様、火の勇者をひとひねりしてください。マサカト様、我々に力をお与えください。マサカト様、早く早く聞いていてください。マサカト様、マサカト様、私に永遠の命をお授けください。マサカト様、よみがえりたまえ、そして戦いたまえ。ラララララタラダレマサカト。ここもみんな大門教会教会多いね。手が出る大門教だね。ここもまあゴムだね。俺スルーして後ろの人に言った？俺ジライヤ、ジライヤですよ。父に仕えるオロチマルが火の勇者の一人としてジライヤ様と一緒にあの忌まわしいマサカドを封じるために大門教と戦っていると聞きました。あ、目の前にいます。俺がジライヤです。どうも。ジライヤ様、江戸の町民は何も知らず浮かれていますが。浮かれてますね。大門教の邪神祭は恐ろしい男です。男ですか。どうか江戸城にいる父上と、そして江戸の町民を救ってください。わかりました、月姫、あなたも救います。ありがとう、ジライヤ様。どうか火の勇者の力を合わせて平和を取り戻してください。月姫、心より願っております。月姫の依頼を引き受けた。14,311 ポイントの得を積んだ。ジライヤの段が上がった。62段になった。攻撃力が6ポイント増えた。守備力が7ポイント増えた。素早さが7ポイント増えた。体の力、技の力が全回復した。大門教打倒にまた一歩近づいた。やったぜ、ありがとうございます。手が出る、変が出るね。うわぁ、みんな教会か、ここら辺教会だね、もう
変換出るね。みんな大文教の教会だよ、ここ。変換出る。変換出るね。変換出るね。変換出るね。この辺やったっけ？やったような気がする。ジライエさん、江戸の土産に一つ見てってくんだ。ジパング一の曲系だ。水が飛ぶ、水が踊る、摩訶不思議の大スペクタルショー。さあ入っていった。これ見てなかった。江戸城に入れないとは困りましたな。そんな時は宿屋にでも泊まって一晩ゆっくり考えてみるんですね。なんかみんな宿屋に泊めたがろうとしてるね。怪しい怪しい声だぞ。ねえジライヤ、みんな黙りこくってるわよ。なんだか妙ね。最近はお客さんの方が上手でね、やりづらいのよ。ああびっくりした。なんだみんな、ここだけなんかセリフみたいな。ねえジライヤ。それでみんな黙ってたのか。こら一本取られたね。お客は全部桜だったのか。これがあれだったのか。僕の方がうまいよ。こたまもいつもやるよ。ピシャーってね。まあまあ、ここ3回やってない。大丈夫。遅いじゃんかよ。あれ？なんだ、彼女じゃないのか。これからデートなんだ。ウキウキ。江戸はでっけえだろ。俺なんて道に迷って3日も家に帰れねえんだよ。助けてくれ。爆発しろ。あ、これが噂の。全国の石像は全部うちで作ってるんですよ。見覚えのあるものもあるでしょう。え、これですか？最近はジライヤさんが人気でね、これから掘るところなんですよ。何よ、どうして砂出ちゃうのが少ないのよ。よし。もうそういえばよく見ればジライヤとオロチマルあるけど砂出ちゃうのないね。あ、できた。できたっと。すごいすごい。ツナちゃんあるじゃん、ここにあったよ。ツナちゃんのまあ少ないけどね、他のに比べると。ああ、また石を切り出してこなくては。すごい。ツナちゃん職人になったらいいじゃない。恋の花、いらっしゃいませ。ここは僕屋です。ご用件なんですか？それではまたご利用ください。おいらいどっこで喧嘩大好きで。ジライさん、この大喧嘩あんたの勝ちだね。もう勝ったも同じで。手が出る。城にたった一つ固く閉じられた門があったじゃろ。あの門の奥で邪神祭がまさかの復活の儀式を行っておる。お主たちの探しておるナメクジ玉とヘビ玉もあの中に違いない。友達の生草ってのから大門教をやっつけに行くという手紙をもらったのじゃが、とても心配じゃ。あいつは口ばっかりでナンパのやつじゃからの。まあ悪霊大三の実はしかし本物でしたよ、生草坊主。棺桶屋に大文教から3つ特別な注文があったって。邪神祭の脅しよ。今時せこい脅しよね。棺桶屋の親父も面白がって注文通りに作ってるわ。ジライヤ様も覗いてみて。見ました。何枚だ。お前たち江戸について浮かれてるようじゃが、今一度聞くぞ。まさかずっと戦うには3つの玉がいることをまさか忘れじゃないだろうね。将軍様の娘の月姫様を知ってるかい？あんなに優しい女はいないぜ。お城に住んでいるのに町民との触れ合いが大切だからって毎日町を歩いてるんだよ。あ、知っても触れて会ってみたいね。今日はお城のそばで見かけたな。ジライアさんを探していたみたいだな。会いましたよ。あ、そうかい。
邪神祭様は、邪神祭は正門の復活を記念して明日お祭りをするんじゃ。笑かしてくれるの。あ、これ聞いたね。でも止まっていいのかな。これは歩いたかな。よし、止まるかね。ネガネル、このでかいとこあるじゃなんかあるの。へいらっしゃい、ここは預かり所だよ。ご用向きは何だい。うちは全国ネットだ。他の預かり所からも出し入れできるよ。便利だろ。また来てくれよ。なんかありますか。劇がある。劇見てない。ここもなんか歩きましたね。こう行って横に行ったんだよね、確かね。横にずっと行って、絵が出る、ここは行ったよね。で、ここで呉服屋さんがあって、ここ行ってないか。ここ行ってない。とうとうあと一人ですね。頑張ってください。いよいよ明日ですな。まさかどってどんなやつだ。大木屋つけろ。えいえいよ。変わってないね。ここはお前たち江戸に、あ、来たね。これがあれですね、地震屋さんでしたね。あ、ここなんかあった。あんた知ってるかい、祭りの前夜祭とかで今日は歌舞伎がただなんじゃ。きっと面白いもんが見られますよ。これだ。おや兄さん方、地雷屋たちとそっくり。粋だね、稲瀬だね。でも本物には負けるよね。今大人気のジライアが歌舞伎になって登場だ。これを見逃す手はないよ。見なきゃ一生の損ってもんだ。さあさあ、お題は見てのお帰りだよ。開演。お、おいおい、失敗してるぞ。初期開発の頃のジライアの声。あ、今のがですか。キャーって。いやー、おー、ガマだ。なんかこっちの方が目つきが悪いよ、ガマ。これだけですか。ん、これだけですか。今ので終わり。あれじゃあ、ジライア様の魅力が伝わらねえぜ。もっとかっこいいんだぜ、ジライアは。見てみろよ。よ、兄さん、どうだった。よかっただろう。次の上演までしばらくかかるから、他でも見物しといて。何パターンかあるのかな。何パターンかあるのかな。お、よし、もう一回見よう。開演。いやー、さっきと変わってないじゃないかよ。いやー、ジライアに化けてたポンタも同じ声でしたね。あ、ポンタと同じ声ですね。ポンポコリン、ポンポコリンだったよ。あのバカ遅いわね。また場所を間違えてるんだわ。もうあんな男振ってやる。あ、さっきどっかにいましたね。イエー、驚いたの。なんのって、地震だよ地震。え、何にも起きてないって。あー、飛ぼうよ。足が言っとるのは町の火消しと外人が作った地震体験室のことさ。あんなのが本当に起こったら怖いよ。おめえも行ってみな。来ました。よし、いや、やでやで、一眠りしますか。ポンポコリン。
ポン、ンポンポンリン。お部屋の用意もできておりますよ。どうぞごゆっくり。あ、どうしたんだ。うわ、一体何が起こったんだ。私の体はどこへ。助けてください。お願いします。ジライア様。おばあちゃん来てるよ。あ、一体どうしたということで、体がなくなってしまうた。体が、俺たちは生きてる。よく来たな、ジライア。わしが大門教総大将、邪神祭よ。今からわしの力をほんの少し貴様たちに見せてやろう。それを見ても気が変わらなければ江戸城まで来るがよい。気が変わらなければな。なんだって。ああ、わしらが悪かった。邪神祭様、なんとか元に戻してください。うわ、敵も出てくる。チーフコボルトだ。チーフが出てきた。おーイエーイ。絶望。わあ、奇岩人。おーイエーイ。14,93。一人で美味しい。綱手の段が上がった。攻撃力が9ポイント、守備力9ポイント、素早さ8ポイント、体の力、技の力が全回復した。大門教打通りまた一歩近づいた。あれです、突然肉体が消滅した。どうしたことじゃ。わしら死んだのか。でも喋れてますからね、死んだわけじゃない。魂は生きてますよ。機関人、まあ一匹、あーっと恐れをなして逃げた。あら、橋がなくなってる。機関人逃げた。突然肉体が消滅した。大詰めですね。130個目さんいらっしゃい。突然肉体が消滅した。わお、人食いアミーバなぜの連続攻撃。おーイエーイ。もう人食いアミーバめちゃくちゃ持ってんじゃん。ついにあのね、なんだっけ、剣を超えたね。陣痛の剣を、あ、間違えた、装備外しちゃった。陣痛の剣を超えましたね、ついにね。うえー、祭りどころじゃねえ。俺はどうすりゃいいか。弱くて美味しいアミーバ。コボルト、チーフコボルト、部下と上司の関係。オロチマルだけ段が少ない。オロチマルだけね、なんか上がりにくいんですよ、年取ってるからか。おーイエーイ。
ひでよひでよ、すごい、今朝目が覚めたらこんな姿に、情けない。まあ自分の姿わかるんですね、一応手がないというのはね、足もない。おお、人食いアミーバ、おいしいです。おいさ、炸裂。逃げた。ああ、一匹倒してんのにそれ経験値もらえないんだ、一人最後逃げたら。なんということ。わしらの悪かった邪神祭では、なんとか元に戻してください。わしらが悪かった邪神祭では、なんとか元に戻してください。絶望。ゾンビー、ゾンビマスター、ゾンビ逃げた、ゾンビ逃げた、残ったのはマスターのみ。オーイエーイ。何も信じられない。ゾンビ、ゾンビマスター祭りどころじゃねえ。ほら、どうすりゃいいんだ。ダメだ、もうダメだ。火の勇者の力を信じすぎたからだ。俺たちに任せろ。人食いアミーバー、俺たちを信じない奴は助けねえぞ。いいな、俺たちを信じる奴だけは救われるんだ。入れよ、入れよ。わしらが悪かった、じゃあ神祭様、なんとか元に戻してください。助けてくれ、ジレンさん、なんとかしてくれ。もう世界はおしまいだ、もう世界はおしまいだ、ダメな俺、ダメな俺、もう世界はおしまいだ、もう世界はおしまい。ダメだ、もうダメだ。火の勇者の力を信じすぎたからだ。じゃあ神祭の魔術だ、舐めとった罰じゃ。ほら、舐めてねえぞ。バカ野郎、魂が怖くて江戸化できるかよ。でも嫌だよ、助けて。世界はおしまいだ。オンゴブリン、オーケー、オーイエス、オーイエス。急に真っ暗になって、こんな魂にされたわ。お嫁に行けないよ。ダメだ、もうダメだ。火の勇者の力を信じすぎたからだ。そこやみば、逃げた。おいえ。
ホブゴブリン、レッツゴー。ホブゴブリン、レッツゴー。カモン、ホブゴブリン。おいえい。天地の脳を手に入れます。誰が持ちますか。いらない。いらないですか。入れません。ゾンビマスターダブルブラザーズ。オーイエス。アントルネ、アントルネ、アントルネ、効かないとるね。効かんとるね。アントルネ効かないよ。殿様の剣って超初期の剣じゃん。いりませんよそんなもの。私たちには神様がついてるんだ。ヒバハの人がみんな応援してくれてるんだ。ヒバヒンだっけ。あ、殿様なんか聞くれたやつだよね。天才だろうがザーサイだろうが絶対に勝てるって。おお、ザーサイ、わいわい。ゴー！江戸城突入！カン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 。ジライアよ、最後の戦いの時が来た。マサカドは目の前だ。負けることは許されないぞ。俺もだ。俺たちの力が上か、奴の魔力が上か、決着をつけてやる。行こう、ジライア。よし、行くぞ。江戸。レッツゴー！まず地下のガマヘビを。おっと、その前に奴がいた。お前が最後の一人か。来たか、ジライア。火の一族よ。わしが大門教総大将、ジャシン大将。ジョーダさんの、ね、力強い声が珍しいですよね。どこかやったら。ビーチエンジンではよくあんまり力強くないね、二枚目の声が多いですから。我が大門教はこのジパングに新たなる楽園を作るための希望の宗教。なんだと。この国の人々は大門教の作る地獄だろう。理想郷じゃなくて地獄だろう。それを邪魔するのか。ご飯粒だ。汚いご飯粒だよ。最後の決着、色が変わった。ご飯粒だ。お前は懐かしい。お前の友人たち、なんだと。お前に会いたいというのでわしが呼び寄せておいたぞ。なんだって。お前ら俺の友人に何をした。地下6階まで来い。地下6階もあるのか。高戸様もお待ちじゃ。この場で成敗してくれる。まずはお前だ。来い。かかってこないのか。地下6階まで。エレベーターで移動だ。エレベーターはないのか。イエーイ。お、これなんだ。なんだこれは。人が固まって固められている。これが固められた人の体か。石の中にいるぞ、みんな。魔力に、壁に、埋められた。お、あんた。集合体恐怖症中。ジライアか。雲霧だよ。ガマ仙人がダノン巨人を襲われたって聞いてよ。ガマ仙人が？言ったんだけどな。
大門教は強かったぜ。子分もみんな、なんだってされちまった。風切り。ガマ仙人も助けられなかった。面目ね、ジライア。まったく悔しいぜ。俺はどうなってもいいからよ。わかった。ガマ仙人を助けてやってくれよ。頼むぜ、ジライア。わかった、小麦のドッタン。安心して眠ってくれ。俺が仇を取ってやる。こうして魂を抜かれる。だー、こいつは、あの外国人。あと14分、また次回か、それとも宮まで行くか。まあ明日ですかね、明日行きましょうか。私です、ホテイマルですよ。まだ元気ありますね。私、大門教のことに首を突っ込みすぎたみたい。まあ因果応報ですね、あなたは。いっぱいいっぱい拷問されて、こんな拷問受けた割に元気じゃないですか。あなた M ですね。時には明日まで取っておくスタイル、素敵。ジライアさん、ここ、とても苦しいよ。わかりました。助けて、フレンド。フレンド、いつの間にフレンドに。まああなたの助ける優先順位は低いです。気が向いたら助けます。 あれは手紙をくれた肛門じゃないですか。あれは肛門さん、肛門さん、あら肛門さん埋まってるけど話しかけられない。肛門さん、あ、ここにも、え、くそ、まさかこの人は藤本次郎さんのカッキャラが多くて。あー、姫、あの隣の男羨ましい。姫の隣で、おぉ、まあ、いい匂い、いい匂い、恥ずかしめを受けられましたが、なんてことだ、あの隣の男羨ましすぎるぜ。ジライア様、父上は大門教に騙されていたんです。父は私も月姫と一緒に固められたかった。ねえ、民の思うまま、平和を願うあまり大門教に騙されてしまったのです。ジライア様、どうか父をお許しください。許します。そしてこの国の人々を助けて。あなたの父も助けたい。あなたも助けますよ。くそ、姫をよくも。大門教、私、ここにも容赦しないので。こいつは誰だ。とりあえずみんなまだ生きているってことだな、うん、容姿。まだ。お主か、勇者ジライアか。あなたの父を助けたい。江戸の将軍じゃ。いやいや、誤解しないでください。なぜ父を助けるんですか。ああ、わしは初めましてですかね、はい。この国を理想郷にするという大門教の話を鵜呑みにしてしまったのじゃ。奴らの本当の正体を知った時にはもう遅かった。なんで信じるんですか。うわ、あまりにもうさんくさい話を。信じられませんね。このままでは緑は荒らされ、民の心はすさみ、ジパングは滅びてしまうだろう。勇者たちよ、まさかどを眠らせよ。悪霊の思うがままにさせてはならぬ。この美しい国を破壊させてはならぬ。わかりました。大門教を信じたらディエモン教になるのは分かりきったことじゃないですか。そうですよ、まったく。あ、ここにも。人材に邪魔したまったつ資料の中に玉が二つ。助けて、そこのが蘇えた。まあ仙人、
ああ、仙人、年寄りだからもう息がない。誰か、誰かおるの。ああ、息があった。わしは筑波さんのガマ仙人じゃ。深くにも大門橋につかまり、生きたまま壁に埋められたのじゃ。ああ、何も見えぬ。なんか筑電屋東兵に出てきた、なんかあの八兵衛みたいなのがいるね、右にね。そこにおるのは誰なのじゃ。おいちゃん、俺だよ、地雷屋だよ。生きたまま生きされたんですね。生きたままね、なんてことだ。ああ、お前は地雷屋、もう一緒に戦えないよ。ごめんな。地雷屋だけが頼りなんだよ。ジパングを救ってくれよ。頼んだよ、地雷屋。カモー小釜が、小釜、お前コマンドがまだあるぜ、小釜は。なんでごったい、みんな埋められた。じゃあまた明日来ますね。じゃあ明日かよ、今すぐ助けてくれよ。いや、もう時間がないからよ。チラッと見るだけ。さあ、ここからもう変化するんじゃない。真っ暗だよ、真っ暗。あっ、枠がなんだよ、枠が。あ、拷問だ。復活13人衆。枠がないんだよ、枠がもうないんだよ。開けてあげてよ。ほら、あ、生意気に生意気にまだ耐えるじゃないか。拷問だけ倒しとこう。 OK、 復活13人衆退治した。よし、じゃあ帰ろう。枠田のさん、時が来ているのだ。ちょうど明日クリアで、ちょうどいいですかね。白生地のとか使えるの。白生地の、あ、使えるんだ。あ、ここまで出るんですね。セーブ地点が、ここだっけ。でんてん、このイベントの後に、助けた、あの助けた後仲間できるってことですか。また帰ってくるんですか、小釜が。小釜、あと7分ありますね。じゃあちょっと捨ててくるか。仲間に話して、あといい、あと5分あったらあと1段上げられるだろう。おーいえーい。メスライム、我らチゾメスライム三兄弟、チゾメスライム。おーいえー、仲間にしないでここまで来る必要があるので少し大変です。一番最初にね。ああ、そうなんだ。一番最初にここは仲間しないで。なんということでしょう。で、ここも2台になるんだ。埋められた小釜とついてくる小釜で。そんな技が。戻るのも大変ですね、これね。じゃあ。年齢変わってんの？変わってないか。1段上がるかな。
通の剣捨てる。また捨てた。すいません、捨てました。しん、またおしゅらか。また捨てます。またおぬしらか。私たち、あ、もう地雷弾が上がった。もう一段上がるね。じゃあね、オロチマルの弾が上がった。イエーイ、ありがとうございます。ここにいてよかったね。じゃあね、ここの人はね、江戸の人みんなここに来れば埋められなかったのにね。よし、もう一段上がるだろう。綱手の弾が上がった。ありがとうございます。無理か、しかし。チン。チン。おー、ジレン弾が上がった。オッケー、よし、で帰ろう。いや、同じ剣を拾って捨ててやってるんで、明日また行くときにもう一回上げていこうね。いなーい。ちょっと誰もいなくなってる。ちょっと延長して、あそこでセーブしていこう。なんだよ、あそこにしかセーブできないのか。アミーバー、生き延びてるのは、じゃあそこのこの神社だけってことなんだ。綱手の弾が上がった。60段、綱手ちゃんも。ジゾメスライム。イエーイ。I'm dead。 オーイエーイ。鎧スライム三兄弟、我ら鎧スライム三兄弟、鎧スライム。そうですね、モブが悲惨な目に遭ってますね。また鎧スライムが出てきたぞ。しかし鎧スライムの攻撃は当たらない。鎧スライム硬いな。でもまた呼んだダックス。3人の攻撃でようやく1匹だからね。連続攻撃も、うわー、また呼んだ。
しかし鎧スライムの攻撃が当たらない。連続率高いね、鎧スライム。レベル上げてなかったらこいつ強い、かなり強かったね。おイエーイ。ここだね。今よ余計な、あら余計だ。今余計なダメージ食らっちゃった。回復してもらおう。日の勇者よ、力を与えよう。我ら神獣は常にお前たちと共にいる。そのことを忘れるでないぞ。どうも。もう雲切さんも、あ、ここにいてよかったね。よかった、記録上があって。データを書き込む場所を選んでください。天外岩に書き込み中です。書き込み終了しました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。 PC 自慢天外巻きを地雷は明日でおしまいだと思いますよ。はい、おでした。明日ラストダンジョン。おでした。おでした。おつおでした。おでした。おでした。夜のちびまる子ちゃんでまたお会いいたしましょう。おです。おです。お疲れ様でした。 お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。楽しみ。明日いよいよクライマックス。